にちは。始まりました。はい、照明 Q&A です、うんうん。特に新生活の照明の組み合わせについて、うん、お答えしていきたいと思います。天井照明なしで暮らしたいおすすめの組み合わせ、ペンダント、フロア、スタンドライト、センスの良い組み合わせの方を教えてくださいということで、社長、お願いします。普通の人は天井にこうシーリングがあるこういう環境でしか今こう暮らしてないわけですよね。これを要はやめたい、もしくはこれじゃないにしてもダウンライトが、はい、数多く埋め込まれているっていう状態でしか過ごしてないわけですよ、はい、ここから一気にやめれる人はやめたらいいと思うんですよ。2個3個が難しいなと思って、一気にでしょ、うんうん、そうそうそう、1個は帰れたにしても、どこから手をつけたらいいかなんですよ。これをやめたいが、うん、さっき言ったようにペンダントも買わないといけない、うん、フロアライトもスタンド買っていかないといけないと言われた時に大変じゃねえかと、うん、ここまで覚悟できてる人はいいと思うんですよ、うん、けどなかなかそこまで行ききれていない、はい、でも変えていきたいっていう方の1個目とすると、どこを照らせばいいかっていうことを理解する必要があると思うんです、うん、体感としてね。天井に光があって、照明があって、そこから光がこうふわーっとこう降りてきてると、うん、これに慣れてしまってるわけですよ、はい、今日はこれすごい便利な、はい、便利な照明をね、ほらここ今見てください。ここ普段皆さん こういうことなわけですよ、うん、こういう空間で暮らしていらっしゃる、うん、そうそうそう、はい、で、一回天井消しますよ、うん、こういう感じ。照明を計画するときにやっぱり一番難しいのは、空間をまず図面とか間取り図で見たら明るくしたいなと思うときに、うん、どうしても中心を照らそうとするんです。これを壁を照らしてほしいですよ、うん、で、これなんでかっていう話なんですよ。天井照明が一番明るくしているところってどこですか、うん、ここじゃないですか。床ですね。床なんですよ、うん、もう一回じゃあシーリングつけてこっち消すとか。暗いでしょ、うん、暗いんですよ。ここはどこに光が降り注いでいるかっていうところ、ここなんですよ。床なんでなおさらこう分かりにくいんですよ、うんうん、もう距離もあるしね、はい、ここにもう2メーター50ぐらいあるわけですよ、空間が。ここ見て生活しないじゃないですか。意外と足元は明るくなっているが、はい、こうやって見たら暗いわけですよね、うん、ここをやめてこっちにしましょうって話なんです、うん、こういうこと。間接照明って言ってよろしいですか。あ、そうですね、うんうん、おっしゃる通りで、はい、ここら辺も実はこう反射でこう返ってきてるんですよ。明かりが回っている。直接的に狙いすぎなんですよ。明るくしたいなってなんとなく漠然と思っているところを一生懸命明るくしようとしすぎるあまり、実は非効率的なんですよ。でこっち側を照らすことによって壁が明るくなるじゃないですか。まずこういう空間の中で暮らしている時にどこ見てるかって床じゃなくて天井でもないし壁じゃないですか。本当は背後にイージーチェアがあるんですけど、 そこに座った時の、ね、なおさら壁コーナー見てるわけですよ。無意識的に人間ってそこの空間の壁、うん、エンドポイントになるところに視線が行ってるわけですよ、うん、そこで一旦止まってその空間を把握するじゃないですか、うん、そういう作業を無意識的にやっているところが暗いわけですよ、うんうん、だから逆にじゃあこっち明るくすりゃいいんじゃねえのっていう話ですよね。不安になるんだったらまずこうやって壁とかコーナーを照らすっていうことからまず慣れる。この方はもう壁すらも味方につけて壁をも照明器具として利用しちゃってるっていう。そう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 、そういうことですよ。こういうことがこうできる、すごい。この人いいですね。高さも変えれて、そう、角度も変えれて自由ですね。社長がお見せしたかったです。そうこれはやっぱりもう名作ですからね。セヨーニさんの名作ですよ、これはもう。カレンテシですね。はい、カラーがいろいろある。オレンジとグリーンと。で、3種類あるから。あるんですけどね。これね。こともできるし。上もいける。上照らして元気になりたいとき、落ち着いたときは下の方照らしたら、下の方の気持ちが、ね、明るい。ね、下に照らしても。ね、かっこよい。かっこよいですね。ことね。
いいじゃないですか。雰囲気よろしいですね、フロさんの照明。これすごい自由度が高い。こういうところからまずチャレンジしてみると、うんうん、天井に照明なくても大丈夫なんだっていうことを体感できるじゃないですか、うんうん、で体感できていくと、え、なくてよくねみたいなことが、うんうん、もう勇気を持って言えるわけですよ、うんうん、見る方向って言ったらテレビの横とかまずね、まずに照明こういうの設置して、そうそうそう、で体感していって、あ、よしって思ったら、うん、まあ、もう完全ウェナスにして徐々に増やしていく、そう、うん、まあ、もしくはそれこそあの寝室とかでもいいですよ。ただ寝室って暗くするじゃないですか、うん、寝るために、そう、はい、だからそういうところからちょっとチャレンジしてみて、徐々にリビングとかダイニングとかその周りをこう整えていく、うん、その経験値をね積んでいきましょうと。テラスですね、これもなんとなく見えてきません、うんうん、そう思うと、うん、ペンダントライト、フロアライト、テーブルライトのセンスのいい組み合わせ方、はい、ここで言うと照明器具の選び方がまず重要です、はい、とにかく照明器具を買おうと思った時にちょっとでも明るそうな方が得した気分になりがちじゃないですか、うんうんうん、暗そうなものよりは、うん、ここで明るくできるじゃんのがね、はい、ついつい、まあ、そうしたい気持ちはよくわかるんですよ。よくわかるんですけど、これはそれでいいんですよ、うん、だから悪いわけでは全くなくて、これをこういうペンダントライトきます、はい、こういうフロアライトきます、はい、こういうテーブルライトきます、うん、ちょっと今わざと高さ変えてるからわかりにくいけど、うんうん、全部これが 1,2,3、うん、なくてよいですよね。光り方自体をちょっと変えてあげるような意識を持って、はい、そうするといろんな照らし方ができるわけですよ。組み合わせができ始める、はい、まあ、例えば こっちね、タブとかね、はい、例えばこれとかって、フロアライトの中でいうと真下にしか向かない、まあ、真下がこう首が振るぐらいしかできないじゃないですか。普通はあんまり選ばないですよ。もっと明るくなる方がいいって思っちゃうわけでしょ。下照らして何だろうかっていうね、なんか分かりにくいじゃないですか、器具としても。けどこういうものが1個あると、はい、こう壁を照らすこともできるし、はい、ほらこっちが例えばちょっと光を絞っているんであればメインになるようなペンダントは、はい、こういう、こう全体を発光するようなものでもいいですよ。こうやって光の広がり方が違うやつを組み合わせるってことです。そういうのをちょっと意識してみてください、うんうん、今回は新生活っていうことをちょっと例えばキーワードに入れていくってあれば、ここかな。フロアランドスタンドライトが割と起きやすい。そう、うん、でその生活スタイルが変わる可能性があるじゃないですか、はい、今回この春で引っ越ししました、うん、けどまだ引っ越しをしていく可能性はありますと、うん、って思った時に、だからペンダントライトってその場所が変わると使いにくくもなったりするわけですよ、うんうん、けどフロアスタンドとかテーブルスタンドって、はい、まあ大概使えますよ。ポンって置けばもう明かりが足された以上終了で、電源は壁にコンセントがあれば大丈夫、うん、って思えば、そういう意味ではもう本当はこっち側からチャレンジしてみていいんじゃないかなと思うので、うん、そういうところから取り入れやすいハードルの高くないものから徐々にステップアップしていく、うんうん、せっかく買うんだったら長く使えるようにしたいということですよね、うん、ペンダントを選ぶときは、うんうん、テーブルのサイズと組み合わせて選びましょうねってこう言われてるわけですよ、うん、世の中的にと思ったら、こう生活スタイルが変わる可能性があるっていうことは、ペンダントライトって実は本当は選びにくいんですよ、うん、そういう意味ではね。だから、まあ、この辺のスタンド類を組み合わせるっていうところからスタートした方がいいんじゃないかなと思います、うん、これ今言ったことやつってどっちも壁テラスの話なんですよ、うん、はい、まあそういうことです。はい、コメントで、はい、うん、子供と遊んでいると部屋の LED 照明が暗く感じるので間接照明だと取り入れつつ明るい部屋にしたいですね。これも照明は便利ですね、うん、コメントいただいてます。 LED 照明暗い
暗いっていう話、照らしたいところが照らされてない先みたいな、床を照らしてるってことだから、うん、結局子供が遊んでるところとか照らせてなくって、うん、なので間接照明取り入れつつ、うんうん、明るくしたいです。それってそれ LED だからじゃなくて、照らしてる先ですか？照明がここにあって、ここで遊ぶってなったら向きがしっかり合ってなかったら、うん、影になるじゃないですか、うんうん、だからダメです。横からの風からの跳ね返りの方がよりお子さんが遊んでるところが照らされる。そう、プロっぽいこと言うと間接照明で反射した光っていうのは影が出にくいんですよ。へー、拡散された光なんで。実は直接的にこっちに返ってきてるように今思ってるじゃないですか、うん、そんなことないですか？ここから跳ね返ったやつがまあこうも来てるし、いろんな方向にこううわーっとこう降り注いでるから、うんうんうん、だから影が出にくい。ほんで柔らかさもあるってことですね。そう、細かく反射してる。そういうことです。でも天井照明っていうのはダイレクトに直接的に照らそうとするじゃないですか、うんうん、それってやっぱ影が出やすいでしょ。こうやってやったらこうやってした瞬間も影が出る。直接的に明るくさせようとしすぎるあまりスポットライトみたいなものなんで、うん、なおさらでしょ、うん、だからダメです。子供たちがこういてくれたらちゃんとね、うん、そのあ、避けて、そうそう、光を避けてそうそうしてくれるけど、そうそう、大体の場合テレビが壁側にありますと、はい、でもテレビの方向くじゃないですか、うん、もう完全に背中から光を受けてることになるから、うん、だからダメなんですよ。それでくらいですね。そういうことです、うん。天井のところに彫刻入れようか迷ってますっていう方はどうしたらいいですか？うん、もちろんそれは入れれるんだったら入れたらいいなと思います、はい、照らし方のバリエーション増えるので、うんうん、はい、そうしたらいいなと思うんですけど、うん、それが結構お金がかかりますみたいな、うんうんうん、っていう話だったらパンテラポータブルみたいなものを1個買ってみて、はい、だから無理に既存のものをより良くするんではなく、そう、だからバリエーションつけた方がいいわけですよ、うん、空間としてね、うん、でだったらもう、まあ、オパールでもいいので、はい、まあ、こういうのを1個入れるだけでだいぶ雰囲気変わる。全然変わると思う、はい、どこに置いていいのかわからないっていうのが、もう先ほど何遍も言っているように、まあ、壁を照らす場所に置いた方がいい。あ、そういうことです、うん、そうです。もうこれは答えが出てますよね、うん、照明器具って効率よくなんとなく照らそうと思わない、うん、ことなんですよ、うん、お風呂の中でじゃあ壁を照らす、壁を照らす、私は今日から壁を照らす、はい、やってみてください。そうですね。